だ。ちゃんと面舵を当てて安定させるとはな。一度鉱山から離れた場所に係留します。少々揺れますよ。全員しっかり捕まってろよ。嫌に少ないですね。ローランさん、実は。なるほど。暴風の混乱に乗じてゴブリンが襲撃してきたと。我々は何とか逃げ切れたが、後続の者が到着しないのが気に。わかりました。あとはこのベンリア・ローランにお任せください。おお、ありがたい。みんなにも伝えてくるよ。とは言ったものの、避難してきた彼らをここに残していくわけにも。さて、どうしたものか。団長、ゴブリンだ魔物だってんなら、ここは俺たちの出番じゃねえか。僕たちに手伝わせてください。いいんですか？それはとても心強い。いやはや、皆さんに来ていただけてよかった。僕は避難してきた彼らを船に乗せて、皆さんは道すがら逃げ遅れた方々を見つけても。うん、わかった。そうだ、これを。何かあったらこれで連絡を取り合いましょう。電声機の類です。それがあればお互い離れた場所で会話することができます。電声機ってすっごく高価なものですよね。はい、構いません。なんせ僕の手作りなもので。あ、ちなみに信号灯としても利用できます。皆さんを誘導するときにでも活用していただければ。さすが便利屋の兄ちゃんだな。ローランです。持ってるなんてよ。ありがとうございます。大事に使わせてもらいますね。あそこからテンペールへ続く道に出られます。逃げ遅れた方々の保護をよろしく頼みます。よっしゃ、急いで向かおうぜ。よし、おお。ダメじゃ。もらったぞ。やっ。この祈り場は特殊な力で守られていて、魔物が寄りつかない。傷ついたりした際は無理せずこの岩のそばで休息を取ってくれ。非常用の物資補給もできる。みんなをどうか頼む。はっ、やっ、は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 っ。
おう。おい、あそこを見ろ。私たちに任せてくれ。どうかお願いします。そらそら、いい調子だ。こっちもいい。任せな。いい調子、いい連携だった。この調子で行こうぜ。そらそら、このままこれならどうだ。そらそら、いや、やっ、いい調子、これでどう。このまま行こう。そうえんだ、気抜くんじゃねえぞ。これでもうかな。いい調子、せや。いい調子、今だ。僕が行きます。突破する。まだ気を抜くな。よし、待ってるって。頑張りましょう。みんな、ついてきて。この一撃で倒せます。よし、これで全部だ。捕まっている人たちを助けましょう。一時はどうなることかと。さあ、順番に船に乗って。私たち助けいよ、怪我人を頼む。分かった。ありがとう。ふう、全員無事のようだな。あんたらさすがだな。これが気空師の実力ってやつか。ありがとうございます。ただ、他にも襲われている集落があるかも。よし、もっと奥の方も調べてみようぜ。この異常な風に当てられて、ゴブリン族も凶暴化しているのか。だとしたら厄介です。獣人は魔物よりも知恵が働きますからね。よし、ラカムと私たちが初めて会ったのもこんな風景の島だったな。あの時ラカムさんがいたから飛空団を作ろうってなったんだよね。気になって仕方なかったんでしょ、団長たちの方。どうだったかな。こちらローラです。その先に捕まっている人たちが見えます。了解した。みんな急ぐぞ。
はっふっへったーっレギンレイブ終わらせそうぞ見てやがる今だここだな決まったふふんた私たちは負けないんだからはっはっはっこれでどうだが人里を襲うかな。これはなかなかお互い不干渉なはずなんだが報復されるものね。人間の方が数が多いから。何かに使えるかな。もらっとこ。はっ修正つもりだったんだろうが。そうはいかねえぞ。任せた。合わせる。やってやるな。このゴブリンたち普通じゃないわよね。この空域特有か。これで決める。この風が原因か。明らかに好戦的だ。足がボロボロになってます。水辺での戦闘になるな。みんな足を取られないように気をつけろ。やまずはここの悪い子たちを追い払うわ。それまで少し待っていてちょうだい。しかしいやそうですね。これは作ってある皆さんに託します。こんなまで使うとは厄介だな。連射はできないはずだ。距離をつけて一気に叩く。まずい撃を。了解です。うまくいったな。この調子でいきましょう。これでもう安全だ。拘束されている人たちを解放しよう。で何よりです。さあ皆さんこちらへ。よしもう大丈夫だ。怖かったよ。よく頑張ったわね。私は今猛烈に感動している。回復しすぎたかな。皆さん、ありがとうございます。それで、立て続けに申し訳ないのですが、実は、風車小屋からも煙が上がってまして。分かったぜ。次は風車が見えるとこだな。
景色がいい島だってのに、このありさまやるせねえな。おい、うん、俺たちにできることで協力しようぜ。時間切れ、いい感じだ。た、それいや、どうだ、たしなんちゃえよ。えいったー、受けてみよ。そこだ、ここだ。あいつ、逃げようとしてねえか。いや、くっす、はっ、ここだ、戦いやすい。まだ油断できない。おうよ、承知した。島の皆さんを早く助けなきゃ。ルリア、気持ちはわかるが、あまり前に出すぎるんじゃないぞ。うん、でもカタリナも無理しないでね。間に合わなかった。しかくもしろ、期待に応えなきゃ。攻撃に来ても人助けだ。皆さん、こちらです。急いでください。どうよ、オイラたちに任せて。そのまま行こう、逃がさないと。みんな人質を発見した、すぐに救出する。ありがとうございます。どうかお願いします。大きな風車まで燃やされて。力が湧いてきた。ひどいです。やっ、はっ。あいつ魔法を使うみたいね。離れていても油断しないで。時は満ちた。行くぞ、オーギーテンペストブレード。はぁ、カタリナ、君に続こう。氷の花とチリンスハイ。アマブレイク、ランダム、任せときな。バリッシュいいちょきゃ。決める、乱海のテンペスト。完璧な連携だ。ありがとう、ビッグ。どんなもんよ。いい感じね。どうしよう、守りを進めたぞ。いい調子、見事だ。お願い、私が決める。島民が辛そうにしてるぜ。早く解放してやろうぜ。強そうなゴブリン、気をつけてください。はあ、随分といかついのが出てきやがった。あんたがどっちがいかついかな。はあ、俺の方が、しまってるだろう。いい調子。あいつ、気だらけだ。このゴブリンよりも厄介ね。一丁上がりっと。海を解放しようぜ。もう大丈夫ですよ。避難を急ぐ。うん、うん、諦めちゃダメだよ。私、生きてる。さあ、もう安全だ。ジョージャン、歩けるか。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。
襲われている人たちの救助が完了しました。これも皆さんのおかげです。いいってことよ。引き続き周辺の捜索を。あれは、なんてことだ。まだ逃げ遅れた人たちがいます。そんな、大変です。彼らの元へ向かってください。僕が先導します。あっちだな、急こうぜ。無事でいてくれ。追われている人たちが心配だ。急いで向かうぞ。はい。間に合ったぜ、ローラン。この場は俺たちに任せてくれ。ありがとうございます、ラカノ君。うん、てよ、お前。これはてっきり年下だと思ってたんだよな。こう見えて、意外と年なんだよ。何歳なんだ。逃がさないぞ。それは秘密です。どうだ、そりゃ。いや、このまま押し切るぞ。てや、この一撃で。逃がさないぞ。戦い来やがれってんだ。またイカスイヤツが来やがった。なんだよてめえら、こんな感じかな。三兄弟かなんかただになろうが問題じゃねえぜ。このまま行こう。逃がされた。やった。みんな受けてやるぜ。これでどうだ。ちょっと、あとは任せろ。私に任せて。奥義テンペストブレード。はあ、片身だ。君に続こう。せめて安らかに引き受けた。私に任せて。せやそうだね。ヘイヘイ、決める。バーストビール気合入れろよ。いくぞ。そらそら決めるぜ。頭上中に行くな。素晴らしい。決めちゃって。くらえ。やるじゃない。息ぴったりだった。任せてくれ。なんとかなったみたいだな。島の皆さん無事でしょうか。何かに使えるかな。君たちは一体。旅の貴公子だ。依頼を受けて助けに来た。皆さん、もう大丈夫ですよ。その声はローランさん。よかった、助かった。さあ早くローラン殿の船へ。ちょっと待ってくれ。実は俺たち、そこの遺跡の奥にあるゴブリンどもの砦から逃げてきたんだが、砦にはまだ捕まってる仲間がいるんだ。彼らだけ置いて逃げるわけには。団長、
島の人たちを助けよう。お前ならそう言うと思ったぜ。おい、ベリアの兄ちゃん。ローランです。はい、こちらローラン。オイラたちは砦に捕まってる奴らを助けに行くから、こいつらのことは頼んだぜ。わかりました。皆さんに頼りきりですみません。どうかお気をつけて。それじゃあ急ぎましょう。ゴブリンどもが作った砦ってどこか。こりゃ警戒しながら進もう。嫌に静かね。皆さん奇遇ですね。祈り場での旅支度もシェロちゃんにお任せです。子供の声だ。イソクさん。おお。ここってまさか闘技場？なんだろう。おお。ゴブリンどもがうじゃうじゃと。だが襲ってくる気はねえみてえだな。いかん、君たち早く逃げなさい。何か来ます。こいつにとっちゃ盾も立派な武器ってわけだ。イノシシ野郎の突進が厄介だ。なんか利用できねえか。いい調子。これでどうだ。この爆弾のところはゴブリンがでっけえやつとやり合ってるぜ。急いで向かってます。なんとか持ちこないでください。小さいやつらも乱入してきやがった。いい調子。相手してやるぜ。ああ、みんな、あっ、や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 っ、頭上の注意ってな。はい、これでどっち頼んだぞ。援護する。はっ、刀らしにもなれしに。手を抜くのは早いぞ、ダカム。気をつけろ。
が取るんだ。調子逃がさないぞ。このままよよさあそれみんな大丈夫。ありがとう。ずいぶんタフそうなやつだけどオイラたちの敵じゃねえぜ。頭上注意してもらう。この島に吹きつける風はもしかして。はい、間違いありません。テンペールにいる星晶獣の力だと思います。ビンゴってな、こっからが本番ってわけだ。リリスの狙いは近畿の大聖少女アンラマインを復活させ星の世界へ帰ること。力ある聖少女4体分の聖書を使い今度こそ星の世界へのゲートを開こうとしています。聖少女、かつて白空戦争の際に生み出された星の民の兵器か。聖少女、星神をお前たちはそう呼ぶのか。ヨド、この子の力普通じゃないみたい。この大気の震えはまさか。宝の番人にしちゃ大げさすぎるな。私の声が届かない。星神よ、許したまえ。動き出した運命は止まらない。大いなる犠牲と悲哀を超え我が救済の執行を。バハムーゾー。今までいろんなことがありました。いろんな島を旅していろんな人と出会って
いつもあなたが助けてくれて本当にたくさん感謝しているんです。だから